はい。それでは本日は、10病原近鉄と言われる人類の歴史本についてお話をしていきたいと思います。今回は番外編ということで、21スライドも作りました。非常に長くなっておりますので、最後までご覧いただければありがたいです。私はですね、視覚系の YouTuber としてよく視覚本を配信しているんですけども、今回は番外編ということで、このように10病原近鉄と言われる人類の歴史本についてお話をしていきます。なぜこのような10病原近鉄を解説しようと思ったかというと、私がシンプルに歴史が好きだからです。 なのでそれを読んで、そして細かく解説することによって、たくさんの方に、たくさんの知識を受け取っていただければと思い、この配信に至りました。この10病原近鉄の授業が終わった後に、アフタートークがありますので、そちらも一緒にご覧いただければと思います。それでは今回のお話に入っていきたいと思います。まずは疑問といたしまして、なぜ白人は世界を植民地することができたのか、なぜ黒人や島の先住民は歴史上劣勢に立たされたのか、なぜ人類の歴史本でもあるにも関わらず、 タイトルが10、病原近鉄なのか。なぜ本の表紙がカハマルカの戦いなのか。このようなところが今回の疑問になってきます。そしてこの本の表紙であるこちらですね。これがカハマルカの戦いとなります。こちらがフランスの征服者、フランシスコ・ピサロ。そしてこちらがインカ帝国の皇帝、アタワルパですね。スペインが168人の軍勢で死者はなしで勝利したというとてつもない勝利になります。そしてインカ帝国は約8万人の軍勢で敗北。 戦ったのは7000人とか8000人ぐらいなんですけども、それでもスペインは死者なしで勝っているというものになります。一応今回この10病原品鉄を解説させていただくんですけども、この本に書かれていない補足であったり、あとはサピエンス全史も参考文献として取り扱っております。今回ですけども、まずは著者の疑問。著者はジャレド・ダイヤモンドと言われるカリフォルニア大学のロサンゼルス校の教授になります。ニューギニア人と欧米人には非常に大きな性格格差がある。 これほど大きな不均衡はどのような要因であるのかというものが著者の疑問となります。このジャレド・ダイヤモンドという人は1972年にニューギニアの鳥類の進化について研究していました。ここですね、オーストラリアの上になります。そこで出会ったヤリというニューギニアの政治家の方からこのように言われます。あなた方白人はたくさんのものを発展させてニューギニアに持ち込んだが、私たちニューギニア人には自分たちのものと言えるものがほとんどない。それはなぜだろうというものでした。これに著者は答えられなかったということですね。 白人はニューギニアに鉄ののマッチ、医薬品、衣服、飲料、傘など物資を持ち込んだ。ニューギニア人はそれらのことをまとめてカーゴと呼んだ。カーゴと言われるものは積み荷という意味ですね。なぜ白人はカーゴをそんなに持っているのか。この結論は各大陸の地理的環境の違いから格差が生まれたというものが結論となります。ではこの結論に導くまでの非常に長い道のりを今から説明していきたいと思います。まずスタートは約1万3000年前ですね。 の始まりこの慣心性と言われるものは高心性であったり中心性などさまざまなものがあるんですけども慣心性と言われるものは高心性の後期に氷河期時代と言われるその氷河が終わってその新しい環境今の環境になったのがこの慣心性の始まりと言われております。この慣心性の始まりでいくつかの地域で存落生活が開始されアメリカ大陸ここですねアメリカ大陸まですべて人が住み始めるというものがスタートになります。 こちらは一応、ホモ・サピエンスの世界征服の過程なんですけども、ホモ・サピエンスは約10万年前に、ここのアフリカ辺りを制圧して、そしてどん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 こう行っていくんですけども、最終的にアフリカ大陸までたどり着く。これが約1万3000年前と言われております。約700万年前に、人とチンパンジーの共通の祖先が分岐します。ここで分岐します。そして、約400万年前に人類が直立姿勢となります。その時に、ホモ・ルドルフ・フェンシスであったり、ホモ・ネアンデルタルシス、 ホモ・フローレシエンシス、ホモ・ハビリス、そしてホモ・エレクトスなど、さまざまなホモ・ナンチャラ族がたくさん、このようにアフリカ大陸に出現します。そしてそれらのホモ・ナンチャラ族はいろいろな、このようにユーラシア大陸に渡っていくと。それがジャワ原人であったり、北京ゲ人であったり、ネアンデルタール人だったりするということですね。なので先行して、たくさんの人類が、まずはユーラシア大陸に住み始めたというものですね。そして約20万年前、ここです。東アフリカで、 人類の分岐によりホモ・サピエンスついに私たちと全く同じような体の人が誕生するというものが約20万年前になりますそして約7万年前にホモ・サピエンスがアフリカ大陸の外に広がりますそしてどん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 他の人類をぶち殺していくというものになります約10万年前まではここしかいなかったんですけども7万年前にどん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 進出していってそしてこのオーストラリア大陸に4万5000年前そして このアメリカ大陸には1万6,000年前そして最終的にここまでたどり着くのに約1万3,000年前と言われておりますそして多くのジャワ原人であったり北京原人であったりネアンデルダル人などを滅ぼしてホモ・サピエンスがこの世界を征服するというものになりました一応この1,000年前とかこういうちょっと細かいところはちょっと省きますほとんど行ったのが1万3,000年前ということになりますこの頃は狩猟採集民族でみんな狩りをしたりあとは木の実を取ったりという生活をしておりました 史上最終民民族族から農耕民族へ、基本的には意識的に今から農耕民族になろうという形で資料最終民族は農耕民族になったわけではありません自然に農耕民族になっていったというものになりますこちらの地図をご覧いただきたいんですけどもまずは農業革命が起こった場所ですね独立して農業革命が起こった場所はこの赤色の部分がこの独立して行った部分になりますそして黒の丸これですねこれはどんどん派生していったということですね なので独立した場所から影響を受けてこのように新しく資料採集から農耕社会に発展していったというものがこの黒丸になります農業自体は約1万2000年前に行われるようになりますそして一番初めに農業が行われた場所は肥沃な三日月地帯と言われるところになりますここですねこれが肥沃な三日月地帯と言われる場所です非常に重要なポイントになります西アジアのイスラエルパレスチナレバノンヨルダンシリアイラクあたりだと思っていただければよろしいですそして肥沃という言葉ですがこちらは 土地が越えてよく農作物が育つ場所を肥沃と言いますなのでここが約1万1,000年前にスタートしたというものですね他の場所は5,500年前6,500年前4,000年前であったり5,000年前8,000年前そしてこの四角で囲っているところここが重要ポイントなんですけどもこれがだいぶ古い場所ですね8,000年前がエジプトそしてインダス文明のところが約9,000年前そして肥沃くな三日月地帯が1万1,000年前そして中国文明が9,000年前 これを拡大ししてていいいくくと、と後ののエジプト文文文文明、明、明、明メソポダミア文明中国文明インダスにに発展していくというものになります。これは環境から生まれたというものを後に説明していきます。資料採集民族から急に農耕民族になったわけではない。農耕民族になろうと思ってもいなかった。発明したや発見したなどではなく自然に農耕民族になっていた。たまたま副産物として食料生産ができただけで資料採集もしていた。 死料採集から飼育栽培植物を作る農耕民になるまでに数千年かかっているというもののこれが歴史になります。なので最初は死料採集も行いつつ副業でこのような農耕民族もやっていたということですね。それが後に農耕民族一択になっていくというものになります。そして次はなぜ農耕民族にならなければならなかったかというものなんですけども、これは5つ理由があります。1つ目はこの1万3000年の間に入手可能な自然資源、特に動物資源が徐々に減少し、 史上採集生活に必要な動植物の確保が次第に難しくなったことが挙げられます、まあ。マンモスなどをぶち殺していてですね、それでこのような動物資源がなくなっていたということですね。そして獲物となる野生動物がいなくなり、市場採集が難しくなったまさにその時期に栽培可能な野生種が増えたことで、作物の栽培がより見返りのあるものになったことというものが二つ目になります。なので野生植物がどん,どんどんどん手に入りやすくなってきたということですね。三つ目、食料生産に必要な技術。 自然の実りを借り入れ加工貯蔵する技術が次第に発達し食料生産のノウハウとして蓄積されていたことが3つ目4つ目人口密度と食料生産量が増加したことそして最後5つ目が食料生産者は資料採集民よりも数の上で圧倒的に多かったそれを武器として資料採集民を追い払ったり殺すことができたということですねなので資料採集民から農耕民族になった人はどんどんどん,どん人口を広げていきそして飼料採集民を追いやっていったというものになります 食料生産を行えば定期的に食料が確保でき移動せずに定住できますただ史上最終民族は移動を繰り返し常に危険と隣り合わせのため4年に一度のペースでしか子供を作れませんでしたしかし農耕民族は定住し安定化を図れたため2年に一度のペースで子供を作ることができました食料が増えることで農耕生活は史上最終生活の約10倍から100倍の人口を支えることができました これにより人口格差が生まれ、史上最終民族はどん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 減っていたというものが歴史となっております。続いて、農耕社会で圧倒的有利な地域、肥沃な三日月地帯。まずは地中海性気候と言われるものに非常に有利となっておりました。先ほども言った肥沃な三日月地帯はここです。今回言われている地中海性気候と言われるものは、温帯で夏は雨がほぼ降らず空気は乾燥している。また、冬は雨が降りやすく湿潤状態になるというものがこの気候になります。 なので長い寒気を生き延びそして雨季が戻ってきた時に一気に成長する植物に適していますそれらは穀類であったり豆類このようなものはこの気候に順応し人間に役立つ特性を有しているものをがどん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 ん育っていったということになりますなのでこの地中海性気候はこの穀類や豆類などを育てたということですねこの赤色の部分がこの地中海性気候と言われる場所になります南アフリカであったり西ヨーロッパ肥沃な三日月地帯オーストラリア西南部 西アメリリカ、チなどですね続いて農耕社会で圧倒的有利な地域肥沃な三日月地帯丸2ということで次は栽培植物になります栽培植物でも素晴らしいものがたくさんあったということですね世界の農作物で1年に消費される80%が穀類かっこイネ科植物になります世界中に数千種類あるイネ科植物と言われる米であったり小麦大麦トウモロコシ、モロコシなどがあります その中から大きな種子を持つ56種類のことを大自然の与えた最優良種中の最優良種と言います。なのでこのような最優良種は56種類に当てはまるというものになります。まずはイギリス。イギリスが1種類。肥浴な三日月地帯32種類。東アジアが6種類。そしてサハラ以南のアフリカが4種類。アメリカ大陸が北米で4種類。中米が5種類。そして南米が2種類。北オーストラリアが2種類という形で合計56種類になります。その中でも 圧倒的に多かったのがこの肥沃な三日月地帯32種類となっております植物の栽培化には地域差があった肥沃な三日月地帯は狭い地理的範囲の中で地球上最も海抜の低い視界から約5400メートルの山々など複雑な地勢から多くの野生種が分布した緩やかに流れる川氾濫原、砂漠なども考え可能な場所にあり農業に適していたというものがこの肥沃な三日月地帯になります 続いて、家畜が可能動物についてということなんですけども、由緒ある14種と言われるものが重要となってきます。農耕社会において手助けとなるのが農耕動物であり、どのような動物が家畜に適しているかというものが農耕社会では非常に重要になります。そもそも家畜のメリットといたしまして、肉や乳製品などの食料を提供してくれる。農業に必要な肥料を与えてくれる。陸上での運送運搬手段。そして、ものづくりに使える川類の提供。軍事的な動力として使用できる。 濃厚動物の働きとして隙を引く織物のための毛を提供さまざまな細菌に対する免疫の提供このようなものが家畜化生物のメリットになります逆に家畜にできない動物もいますこちらは大型肉食獣ですねこちらはコストがかかりすぎる例えばライオンなどそして成長速度が遅すすぎる動物ゾウそして繁殖を好まない動物チーターチーターは人間の前では繁殖行動を、まあ、起こしづらいというものが特徴です 気象が荒い動物、グリズリーやシマウマ、パニックになりやすい動物、ガゼル、そして序列を形成しない動物、シカ、レイヨウ、そしてビッグホーン、このようなものが家畜にできない動物の種類となります。また、家畜が可能な大型の草食動物の定義といたしまして、体重は約 45kg 以上の動物になります。これらの条件の中で草食性または雑食性の哺乳類で家畜が可能と思われるものは世界にお,およそ148種類しか存在しないということがわかっております。 その中で20世紀までに家畜化されたのはたった14種類でしたその14種類を有意種ある14種と言われておりますヒトコブラクダ、フタコブラクダ、ラマ、アルパカ、ロバ、トナカイ、水牛、ヤリ、バリ牛、ガヤル、牛、羊、ヤギ、豚、馬この14種類となります続いて農耕社会で圧倒的有利な地域、ヒヨクナミカズキ地帯 ③ ということでこの有意種ある14種の分布とメジャーな5種の分布になります この由緒ある14種のうち世界各地に広がり地球規模で重要な存在となったのは牛、羊、ヤギ、豚、馬これらはメジャーな5種として分類されております非常にこの5種が重要になってくるということですねそのような生物がどこに分布していたのかというとこのように赤色の部分この部分に羊やヤギ、豚そして牛がいたということですねその中にこの肥沃な三日月地帯が入っていますさらに馬はこのような ロシアの南,南部ですね。このウクライナらへんから生まれたと言われております。そしてここにも牛がいたり、そしてこの中国地方にも豚がいたりしたということですね。これを見てみると、ほとんどの場所で生まれているのがユーラシア大陸というものが分かります。ただ、このアメリカ大陸に関しては、ラマ・アルバカがここで生まれただけ、本当にこの差が後に大きな影響を及ぼしてきます。このようにユーラシア大陸には多くの家畜可能な動物が生息しており、 ヒオクナミカツキ地帯にはメジャー5種が非常に近い位置に生息していることがわかります。また、この家畜率なんですけども、ユーラシア大陸は候補として72種類の動物がいて、実際に家畜化されたのは13種類で18%。そして、アフリカ大陸は候補として51種類いますが0%。南北アメリカは24種類で1匹4%。そして、オーストラリア大陸は1匹しかおらず家畜化されたのは0%ということで、明らかにユーラシア大陸が有利だったかというものがわかります。 続いてユーラシア大陸の優位性というものですね。食料生産の伝搬速度の速さになります。こちらはまずこのアフリカ大陸とこのアメリカ大陸ですね。はこのように縦に広がっているのがわかります。ただユーラシア大陸はこのように横に広がっております。これが大きな違いとなります。この黒丸の部分ですけども、これは伝搬する速度、1年間にどれだけの距離が進むかということですね。例えばヒヨク三日月地帯から始まったものは1年で1.1キロ進むというものになります。 ただこのアメリカ大陸に関しては1年間に8 0 0ル、しかもトウモロコシとかインゲンマメに関して非常に重要なものに関しては1年間で4 8 0ルしか伝わりませんでしたしかも上の方だけですねそしてこのようなアンデス地方に関しても1年間で3 2 0ルしか伝わらなかったと非常にこの差が大きいというものになりますこれは経度が異なっても緯度に差がない地域に関しては日の長さの変化や季節の移り変わりのタイミングに差がないということが分かります なので、経度、ここが全然違ったとしても、この緯度が同じであれば、気候はほぼ一緒ということですね。ただ、緯度、ここですね。緯度が大きすぎると、季節環境に影響が出るということになります。アラスカと南米では全然違いますよね。そのため、距離が離れた地域でも、同じ緯度から伝わった食料生産技術はこのように真似しやすいということになります。緯度の異なる地域は、環境条件が違うため、栽培植物が適応できずに広がらない。動物の生存環境も、 井戸によって異なる。また途中に砂漠があったり標高が異なったり陸が続かなかったり森林が多すぎると伝達速度にも影響を及ぼすことが分かったというものですね。なのでこのような島々になっているところは伝わりづらいそして標高が高い山脈があったりあとは陸が続かなかったり森林が多すぎたりするとこのように伝の速度に影響を及ぼすのでこれが少なかったのがこのユーラシア大陸ですね。ここままででのまとめです。 日三日月地帯は気候栽培植物そして家畜可能動物に恵まれていた地域でありましたまたユーラシア大陸は陸続きで家畜が可能動物にも恵まれ同意度の場所は伝達速度が速かったそのためユーラシア大陸の各地方で農耕技術や動物文字科学技術夜勤術そして帝国などが一気に伝達していきましたこちらをプロセスでまとめるとまずは農業社会が始まりますそうすることによって余剰食料や食料の貯蔵が行われます それによって人口が増加し大規模社会になります。そして大規模社会になると農耕しなくても大丈夫な人間が出てきます。科学者であったり政治家など様々な職業がこれで誕生していきます。そして階層化された社会システムの構築が生まれどん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 発展していくということですね。そのようにどん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 発展していくと病原菌の拡散であったり帝国の誕生、文字の発明、そして技術の発展、そして情報の拡散など様々なものが生まれてくるということです。そしてここにようやく病原菌と 銃ととと鉄が出てくるということですね次のスライドからはこの4つについてお話をしていきたいと思います。まずは家畜がくれた死の贈り物と言われるものです。これは人間は動物と触れ合うことで病原菌を獲得することができます。動物だけが持っている病原菌は人間と動物が共生し人口が密集している場所で集団感染をします。先ほどのプロセスですけども家畜動物と共生しそして農業の効率化が図れます。 それにより余剰食料、食料貯蔵が行われ人口が増加。それによって病原菌に集団で感染します。それで大量に死者が出ます。ただ、その中でも生き残った遺伝だけが残ります。子孫は抵抗力を獲得し、そして集団で病原菌に対する免疫がつくというこのようなメカニズムになっております。人間の病気の中には、ハシカ、結核、天然痘、インフルエンザ、百人石、熱帯性マラリアなどがあります。この病原菌、 を持っている家畜に関してはハチカ結核そして天然痘に関しては牛が持っていますそして豚に関してはインフルエンザであったり百人石などこのように最も近い病原菌をたくさんの種類の動物が持っているということですねこのような動物と触れることによって人間はどん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 このような病原菌に対する免疫を持っていくというものになります使用最終民族は土地を移動する民族であり動物と一緒に暮らせないため病原菌を獲得しない アメリカ大陸の住民は動物と接する機会が非常に少なく病原菌の免疫がなかったというものが重要となってきます続いて帝国の誕生使用最終民族による小規模血縁集団から農業社会により人口の増加そして帝国へ発展していくというものですねまずは人間の集団を小規模血縁集団と部族社会視聴社会そして国家に分かれますそして最終的に国家が国家を征服することによって帝国が誕生していくというものです まずはこの総人口や生活様式、様々な部類をこのように分けております。小規模血縁集団に関しては、総人口が5人から80人、部族社会は数百人、そして市長社会は数千人、国家は5万人以上、そして生活様式に関しては、小規模血縁集団は移動式になっております。ただ、部族社会から定住。しかし、存落数は1。ただ、市長社会になれば定住生活で存落数は複数。国家になれば都市が誕生してくるというものになります。 基本的な関係は小規模血縁集団は血縁集団ですね。血縁の団体。そして部族社会は血縁集団の集合体。そして市長社会と国家は階級化された地域集団になります。意思決定などは小規模血縁集団は平等で、そして部族社会は平等またはビッグマン。市長社会は集権的、世襲的。ただ国家になると集権的になります。食料生産は小規模血縁集団はありません。部族社会はなしからあり、そして市長社会は ありから集集約約的的そして国家は集約的です労働の文化といたしまして小規模血縁集団はありません部族社会もありませんそして視聴者会から労働の文化が始まりますそして国家は必ずあるということですね階級の文化は小規模血縁集団はありません部族社会もありませんそして視聴者会はありますが血縁者による社会階級です国家に関してもありますがこちらは血縁関係とは問題にはならないということですね奴隷制も小規模血縁集団と部族社会はありません 主張社会は小規模、そして国家になると奴隷制は大規模になります。文字の固有化、文字に関しては国家のみが多いというものになっております。小規模血縁集団、史上最終民族に関しては、約4万年前から約1万1千年前頃にあたりに多く出現したと言われております。そしてそれの進化バージョン、部族社会ですね。この部族集団は約1万3千年前に、肥沃な並か月地帯で誕生したと言われております。そしてさらにグレードが上がった主張社会、 これは約7500年前に肥沃なカズキ地帯、約3000年前に中米やアンデス地方に出現しました。国家は約5700年前にメソボタミア文明が誕生、そして約5000年前に中米、約2000年前にアンデス地方、中国地方、東南アジアに派生していき、そして約1000年前には西アフリカでも誕生しました。そして最後、帝国ですね。帝国は約4250年前に肥沃なカズキ地帯でアッカド帝国と言われるものが誕生しております。 これが今回、小,小規模血縁集団から国家までの流れというものになります。部族社会は他の部族を征服したり、合併したりして市長社会になります。そして市長社会は他の市長社会を征服したり、合併したりして国家になります。そして国家は他の国家と合併することで帝国になります。このようにどん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 大きくなっていったということですね。人口の多い大陸は、発明する人も相対的に多く、競合する社会の数も必然的に多くなり、 これによって大陸間に力の差がついてきたというものが非常に重要なポイントとなってきます。続いて文字の誕生と発展。文字は情報をはるかに容易に、正確に、説得力のある形で伝達できるようにしたというものですね。この地図をご覧いただきたいんですけども、この赤で書かれている部分、この丸ですね。ここが独自に文字を開発したところになります。約3,300年前に漢字、そして約5,000年前に鎖型文字、そして約5,000年前に象形文字。 そして唯一アメリカ大陸で発明されたのがマヤの絵文字。これが約2600年前になります。そしてこの鎖形文字と小型文字、このエジプトとこのメソポタミア文明の間でセム後のアルファベットと言われるものが生まれます。これですね。約3000年前から4000年前にこの小型文字から発生したというものになります。これがどん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 上の方に伝わっていくということですね。そして約2000年の時を経てアルファベットが伝わった地域ですけども、ここまでが、えー ユーラシア大陸とこのアフリカ大陸で一気に英語が伝わったと、アルファベットが伝わったということになります。このセム語のアルファベットと言われるものはどんどん発生していきます。まずは現代のアルファベットの元となっているギリシャ語のアルファベット、これが約2800年前、そして初期のアラビア文字からエチオピアのアルファベットに変わります。またアラム語のアルファベットからアラビア語であったりヘブライ語、インド語、様々にこのようにセム語のアルファベットというものは発生していくというものになります。 これが文字の歴史になります。他の文字よりもアルファベットが最も流用しやすい文字であり、ユーラシア大陸やエチオピア付近において広範囲に伝播した。これがどん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 技術や帝国などを加速させていく一つの重要なポイントになります。アメリカ大陸最大の帝国であるインカ帝国は西暦1520年になっても文字が伝わらなかったというものがこの非常に惜しい点になります。このようにマヤの絵文字が開発されたのは約2600年前でしたけれども、このような パナマ海峡であったりこのようなジャングルが多い場所このようなところでこの文字が伝わらなかったということになりますなのでこれは非常に惜しいと思われますねこれが最終的にどん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 ユーラシア大陸とアメリカ大陸の格差を生んでいくというものになります続いてユーラシア大陸の圧倒的な技術の発展と伝播力西暦1500年以前に新世界と言われるこのアメリカ大陸そして旧世界と言われるユーラシア大陸で発明された種類の数量は全然違うということですね 一応書籍に載っているものだけちょっと解説させていただきたいんですけども、この新大陸の方は、車輪であったり、夜勤術などがこう発明されるということですね。ただ、このように狭いパナマ海峡であったり、ジャングルが多いアンデス地方に関しては全く伝わってこないということですね。そもそも伝わっても非常に伝わる速度が遅いというものがわかります。ただ、こちら、旧世界に関しては、中国地方で運河の水門であったり、火薬、中鉄、紙、 時期そして、印刷術であったり、掘削技術などが発展。そして、このように中東では石油であったり、車輪、最初の帝国であったり、農耕社会がどん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 発展していきました。そして、このような欧州の方に行くことによって、風車、水車、夜勤技術や科学技術、銃などが開発されていくというものになります。このように、旧世界は人口、そして面積、競合する会社が多く、発明する数も相対的に増えていきました。 そして地理的にも情報が伝播しやすい環境でありました。こちら、新世界に関しては、パナマ海峡付近の陸が狭すぎる。そして、南アフリカ北部では森林が多く、アンデス山脈が南までこのように続いていることから、このような地理的要因によって、発明や伝播に影響が出たと言われております。そして今回のメインテーマである銃なんですけども、銃と鉄の誕生のプロセスまでですが、まずは古代人ですね。古代人は、石や木、骨、皮、繊維、 粘土そして石灰岩や鉱山などを取得することができその中からある種の木や石や骨を使って道具を作りましたそしてある種の粘土から土器やレンガを作りそして砂や石灰岩や他の土を一定量混ぜてガラスを作りましたそして銅や金など柔らかい金属を手に入れて細工しそして鉱山や金属を取り出すようになりました 最終的に製銅や鉄といった硬い金属を使用できるようになったというものが鉄の誕生のプロセスになります。ちなみにこれがさらに発展していって銃が誕生するのは約今から1000年前に誕生するということになります。続いてユーラシア大陸と南北アメリカ大陸の歴史。こちらは先ほどのようなこれですね。西暦何年に何が生まれたかというものを表にまとめました。 まず、この肥沃な三日月地帯に関しては、植物の栽培が紀元前8500年。そして中国が7500年。そしてあとは残り3000年とかで続いていくということですね。そして動物の家畜化に関しては、こちらも肥沃な三日月地帯が早く、紀元前8000年。そして中国地方は7500年。そしてイングランドとアンゼテスに関しては、紀元前3500年という形ですね。合衆国東部では、全く家畜化可能動物がいませんでした。そして土器に関しては基本的には同じような年代になっております。 村落に関しては、肥沃な三日月地帯が紀元前9000年、中国地方は紀元前7500年前、そして、イングランドは紀元前3000年、アンデスも3000年、アマゾン川流域も6000年、紀元前1500年に中央アメリカや、紀元前500年頃に合衆国の東部という形で広がっていっております。そして、大きな、この、市聴社会と言われるものは、もう、肥沃な三日月地帯は紀元前5500年の頃にできておりました。それ以下は、追随するのはこの中国大陸ですね。 紀元前4000年となっておりますそして金属機や青銅器が作られたのは紀元前4,000年前に肥沃な三日月地帯それに追随する形で中国地方が紀元前2,000年前イングランドも紀元前2,000年と言われておりますそして唯一南北アメリカ大陸で発明されたのがこの安蔑地で西暦1,000年それ以外は全く発明されていなかったとこれが発端でこのユーラシア大陸から侵略を受けるというものになります 文字が発明されたのも肥沃の三日月地帯では紀元前3200年そして中国では1300年以前イングランドで西暦43年に派生しますそして南北アメリカは唯一中央アメリカだけが紀元前600年前にマヤの絵文字が生まれたというものになっておりますそして鉄器の普及こちらも完全にユーラシア大陸だけになっているということですね肥沃の三日月地帯が紀元前900そして紀元前500に中国イングランドは紀元前650年に伝わったただ 南北アメリカは一切何もなかったというものが勝敗を分ける大きな要因になります。続いて肥沃なミカヅキ地帯の衰退とヨーロッパの発展になります。異なった気候と人的破壊で好環境を失い権力が移っていったというものがこの特徴になります。ここら辺が肥沃なミカヅキ地帯。先ほども環境的に最強だったんですけども、どん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 人が増えていくことによって肥沃なミカヅキ地帯の環境がどん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 破壊されていったということになります。肥沃なミカヅキ地帯の森林は 農地拡大のため、開墾、建築や燃料、そして加工用製材として伐採されていきました。また、降雨量が少なく、降雨量に比例する森林再生率が非常に低かったです。なので、破壊のスピードに草木が生い茂るスピードが追いつかなかったというものが特徴です。また、大量のヤギが草を食い荒らし、そして草木を失い、土壌の侵食が進み、渓谷は土壌が堆積して水の流れを妨げた。灌外農業のせいで、塩の塩分、 蓄積が進んでいったというものがどん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 衰退させていく特徴になります肥沃な三日月地帯は環境的に脆弱であったためこれらの地域の人々は自分たちの環境基盤を破壊し自分で自分の首を絞めていきましたそしてヨーロッパ西部そして北部は肥沃な三日月地帯に比べて豪雨量が多く植物が再生しやすい土地でありましたなのでこのように環境破壊によってもっと雨の降るヨーロッパにどん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 流れていたということですねこのような 気候条件と人的環境破壊により、肥沃な三日月地帯は西へ西へと権力が移り、最終的にマケドニア王国の支配により、一気にヨーロッパに権力が持ってかれたということですね。最初はこのようにアシリアであったり、バビロニア、ヒッタイト、ペルシャなどがありました。ただ、どん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 西側に行きます。この飛躍な三日月地帯も最初は東側にありましたが、このように西側にイスラエルであったり、ユダ国、エジプトなどに移っていきます。 そして一気にマケドニアがバーッとこう東方遠征ですね制圧していってここら辺にマケドニアがあるんですけどもこのギリシャとかそして後のローマ帝国そしてフランク王国そしてスペインイギリスという形でどんどんこっちに行ったということですね。なのでそのようにマケドニア王国が一旦このヨーロッパの方に持っていくとそこから一度も肥沃な三日月時代は権力を取り戻すことができなかったというものが歴史的特徴となっております。 そしてもう一つ、ユーラシア大陸で最強であった、この中国大陸ですね、中国地方になります。なぜ中国は大航海時代に植民地を増やさなかったかというものになります。先ほどの肥沃な三日月地帯は環境によってどん,どん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 衰退していきましたが、中国は良くも悪くも全土が統一されていた、政治の統制によって一気に衰退していったというものが特徴になります。中国は人口も多く、肥沃な三日月地帯より生態系は脆弱でない。また、 中国で誕生した技術は多く、公開技術も発展していた。そして大きな山脈や砂漠、湖など南北を分断する地形となっていない。そのため、文字や文化、政治が統一されやすい地理的環境であった。しかし、15世紀に中国宮廷内の権力争いで政治路線が変わったことにより、船団派遣の取りやめ、造船所の解体、概要公開が禁止となりました。政治的統一化されていたことから、一つの決定によって中国全土の 先端派遣が中心になりました。そこから中国は外に出ずに衰退していきます。それに対してヨーロッパは半島や入り組んだ海岸、そして複数の山脈があり、言語、民族、政治体制が統一されていなかった。政治が統一されていないことから各小国はしのぎを削り、独自の技術を競い合い、技術が発展していったということが特徴となっております。このように海岸線が出入りが激しく山脈が複数あり、 半島島ががが、多く、大きな島が2つあるというものがこのヨーロッパ大陸のの特徴になります。このようにたくさんのところに分かれているということですね。あとはアルプス山脈やピレーネー山脈カリパチア山脈であったりスカンディアナビア山脈このようにたくさん入り組んでいるため小国が乱立したというものになります。それに比べて中国に関しては半島が1つそして島が2つということですね。そして海岸も全然入り組んでおりませんので非常に統一しやすい環境でありました。 そしてこの長江と黄河、こちらが近くにあり非常に良い,い環境であったため中国と言われるものは基本的には統一しやすかったですこのような中央にあるのは沈林山脈だけでそれ以外は基本的にはヒマラヤ山脈クルン山脈テンシャン山脈アルタイ山脈はこの辺にあるということですねよってこのような環境の違いから一気に中国は統制しやすくなったというものが特徴になりますそしてこの統制をすることから中国の皇帝がもう外国には行かない造船所などを禁止するということで一気に内部政治だけになっていき 他と比べなくなり、そしてどん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 衰退していくというものになります。これによって、このヨーロッパ地方はしのぎを削り合って、どん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 技術を高めていったということになります。ここからヨーロッパ一強の時代が始まるということですね。そして最後、旧世界 VS 新世界。1492年にコロンブスがサンサルバドル島に到着し、旧世界による新世界政略が始まるというものになります。コロンブスが1492年にサンサルバドル島に到着します。 そして、ここが最初、インドと思われていたんですけども、後にアメリコ・ベスクッチが、全然違う大陸じゃないかということで、このアメリカ大陸が発見されるということですね。そして、そこから、ポルトガルやスペインが先行者有利ということで、どん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 侵略が始まっていくということですね。そして、1521年にアステカ帝国、このメキシコの部分ですね。メキシコのアステカ帝国が、スペインのコルテスによって滅亡されます。そして、その後に、ここが、表紙であるカハマルカの戦い。 1532年にインカ帝国を滅亡させます。これはアメリカ大陸最大の帝国でありこれをスペインのピサロによって滅亡させられたというものとなっております。このアメリカ大陸最大の帝国を滅ぼしたことによってこの新世界と旧世界の戦いが終わりこれが今回言われている銃病原近鉄の最初の表紙になったということですね。 アメリカ大陸の先住民に関しては、コロンブスの大陸発見以降に病原菌がたくさん持ち込まれました。その病原菌が持ち込まれたことによって、大陸人口の95%が病原菌によって死亡しました。なので先住民はほぼ今でも残っておりません。この病原菌がいかに恐ろしいものかというものが、このアメリカ大陸征服で明らかになったということですね。そして、スペインが勝った要因、そしてインカ帝国が負けた要因ですけども、まずスペインに関しては、コロンブスの開港や、 コルテスのメキシコ征服の情報が最初にあったこと、そしてペルーへの順道を最初から学んでいたこと、このように情報がたくさんありました。それに比べてインカ帝国は、スペインの情報やアステカ帝国の滅亡の情報がない、そして文字がなく読み書きもできない状態でありました。全く情報がなかったということですね。そしてスペインは病原菌の免疫がありました。ただインカ帝国は病原菌により全皇帝が死去、それで後継者争いで内戦が起こって混沌とした状態になっておりました。 そしてスペインは鉄製の剣や槍、探検、鎧、兜、そして火縄銃や馬を所持しておりました。インカ帝国は馬がおらず見たこともありませんでした。武器も石や木の棍棒でありました。このように武器の違いや情報の違い、そして病原菌を持っているかどうか、これが大きく作用してスペインが一気に制圧し、戦いに勝ったということになります。最後のまとめになります。なぜ白人は世界を植民地することができたのか。なぜ黒人や 島の先住民は歴史上劣勢に立たされたのか。こちらは、ユーラシア大陸の地理的要因とヨーロッパの危機行が味方し、政治や技術が発展することによって、ヨーロッパの白人が力を持ったというものになります。そしてなぜ、人類の歴史本でもあるにもかかわらず、タイトルが銃、病原近鉄なのかというものですが、こちらは世界を植民地化する上で必要となった最大の武器だから。最後、なぜ表紙がカハマルカの戦いなのかという疑問ですが、こちらは、新世界最大のインカ帝国が、 旧世界のスペインに敗北した戦いであるから、これでよって一気にヨーロッパがアメリカ大陸を征服していくというものになります。そしてヨーロッパの白人は、このアメリカ大陸を征服し、そしてさらに侵攻し、このアフリカ大陸、黒人などをどん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 銃でぶち殺していき、そしてこのオーストリア大陸の先住民であるアボリジンもどんどん銃などで殺していたということですね。そしてこの東アジアであったり、えー、南アジア。 のこの部分もどん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 植民地化していって20世紀にとんでもない力を持ったというものがこの白人このヨーロッパの最強になった歴史となっております最後にまとめです今回この本を読んで過去を現在に置き換えてみましょう本書と現在ですまずは本書人間と病原菌の戦いこれは現代人とコロナウイルスそして新技術は常に発展し続ける鉄拳や銃大砲そして外洋船など これは現在で例えると NFT や DAO、そして Web3、メタバースなどですね。本書には自然破壊による肥沃な三日月地帯の衰退がありました。現在でいうところの環境破壊による地球温暖化、そして地球の限界による火星移住計画などです。肥沃な三日月地帯はスペインなど先行者が利益を優先的に獲得するというものが本書に書いておりました。現在で例えると、例えば古参ユーチューバーが利益と地位を先行して獲得するというものですね。 本書では中国の統一政治で誤った指揮官の決定による産業の衰退。こちらは現在で例えると、プーチンの独裁体制でウクライナ戦争、大多数の世界を敵に回すという独裁者の誤った決断がこのような形になっております。そして国家は市場社会を征服、または合併で利益を拡大するということになります。これは現在で例えると、Facebook、メタ社が多くの企業を買収して利益を増やすということですね。Facebook は、スナップチャットであったり、 インスタグラムを買収していいるということですねこのように過去を振り返ったとしても現在と比例するところが多くありますなので歴史をすることは現在を知ることとも比例しておりますのでこれは重要になるのかなと私の中でも思いましたそして本書で学んだことを自分へ転用するこちらは環境によって圧倒的格差が広がったことから現在でも環境を変えることが重要であることが今回の本で分かります嫌な職場環境から転職住みにくい自由環境から引っ越し 勉強できない環境であれば勉強できる場所に移動例えばカフェでやったり家で勉強できなかったらカフェに行ったりとか図書館に行ったりするということですねそして自己成長したければ意識の高い人のそばに身を置くというものがこのように環境によってどん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 自分が変化していけるチャンスになりますこのように環境によって世界がヨーロッパ人によって征服されたのでもし自分も征服者側の立場まあちょっと言い方は悪いんですけど ちょっとでも強くなりなければ、その環境に見送ることが非常に重要となりますので、こちらも補足として覚えていただければ非常に幸いです。今回はこれで以上となります。えー、長々と21スライド、えー、読ませていただきたんですけども、やはりですね、未来を予測したりとか、えー、これから一生懸命頑張ろうと思った時は、基本的には歴史を見ることによって、現在と歴史はまあほぼ一体化しているというものがわかります。なのでこのように、まあ、意識高い系のコンテンツを見ていただいて、 一生懸命目標に向かって努力していただけるような人が一人でも生まれたら私はすごい嬉しいと思いますので今後もたくさん私自身配信していきますので違う動画も見ていただければ幸いです今回はたくさんスライドを作らせていただきましたがオーストラリアの歴史であったりニューギネアの歴史そして技術の発展についてであったりあとはアフリカ大陸について、えー、細かくお伝えはできませんでしたのでもしよろしければ本書を購入していただき細かく読んでいただければと思います では今回は非常に長くなりましたがこれで以上とさせていただきます。また違う動画を上げていきますのでそちらもご覧ください。今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。